さあいよいよ始まります、全国中学生サッカー大会。昨日沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こっち8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指して、これより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、橘正夫、和夫、あのそうともよ。大阪府代表東一中、相田誠長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな、誰にも渡さない、あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ、ヒューガがいないぜ。ヒューガさん、それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ、俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪その守りの主力は相田誠、関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合相田は翼のマークに来るに違いない、気をつけるんだぞ。はい、よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。おい石崎。あ、約束通り応援に来たぜ。おお、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おいてめえら、浮かれてるんじゃねえよ。何？前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと
大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするからよろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相田誠だぞ。よし行くぞ、 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。お前なんかに翼が負けるかっての。すぐに分からせてやる。来るなら来い、俺は全力で戦う。俺と真っ向勝負。これは見事にキャッチ。キックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。キスギ君、素早く動き取る。これはごぼう抜きだ。かばして振り切った。キスギ君、ワンタッチシュートを放った。これは反応しているぞ。辻君、ボールはまだ生きている。キスギ君、ここでボールを受けます。山田君、ここは逃がせません。タク君、激しいタックル、横にかけて突破。シュートまで持ち込めるか。今度はシュートに持っていく。このボールにかかって反応。ゴール隅に決まった。このワンパターンスは出せないぜ。ロングボールを送る。中井君、ロングパスを受けます。ここは抜かせません。鋭いスライディング。林くん、素早く横にかわす。長野くん、このパスをカットします。この試合お前に活躍はさせん。消えた。カミソリタックルだ。今のタックルで。林くん、ボールダッシュ成功。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。南葛、ここは戻りながらのディフェンス。体ごとぶつかっていった。翼くん、ボールは友達。ワタクマ、これは相手のエースはたとえファウルでも止める。もらったぞ。山田くん、ここはパスを出した。岩見くん、ここは抜かせません。かわして振り切った。キズリ君、敵陣を切り裂く。シュートを放った。タク君、こぼれ球をキープ。ドリブルで突破。タク君、シュートまで持ち込めるか。このボールに飛びつく。あっと、これを弾いた。南葛、まだ守備の体型が整っていません。長いパスが通った。高杉君、激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。翼君、これは南京式のドリブルだ。マッチが決まった。ここはパスを出した。おっと、攻守交代だ。パスを出します。佐々木君、ここは抜かせません。いけ。三沢君、翼、翼君、これは南米式のドリブルだ。豪快にシュート。そこ、辻君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。南葛、慌てて守備に戻ります。体ごとぶつかっていった。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。相田君、ここはパスを出した。パスを回す。パスを出します。シュートをためて強烈なシュート。森崎君、このシュートに反応している。これは会心のセービング。ワンマ第一、慌てて守備に戻ります。キズギ、かわして
て振り切った。負けた。そういくか。エアダッシュ成功。素早く横にかわす。小野寺君、センターラインを越えて攻め込む。翼君、何渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、ボールは友達、渡しません。力を貯めてドリブルシュート。さあ、ボールと真っ向勝負。辻君、これはキャッチできない。相田君、ここはクリアだ。小田君、パスを出します。石崎君、中君、素早く横にかわす。必殺のシュートでゴールを狙う。真っ正面からシュートを受け止めた。あっと、必死にゴールを守った。東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。パントキック、どこまで運べるか。岩見君、ボールを奪った。ここはパスを出した。倉持君、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ここで奪った。ボールは友達、渡しません。このタックルは不安に終わります。翼君、山田君、横にかわして取った。激しいタックル、かわして振り切った。これだって決まった。長野君、ここからチャンスを作れるか。これは南米式のドリブルだ。ダンスドリブルを見抜く。倉持君、ボールを狙うも決まらない。辻君、決死のセービング。ハイパー反応するも決まった。まさに必殺。ゴールを奪えないキーパーなんていない。しまった。ドリブルでボールを運ぶ。相田君、シュート。これは見事にキャッチ。絶妙なインターセプト。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。大事そうに抑えた。鋭いスライディング。小野寺君、シュートまで持ち込めるか。渾身のシュート。まさに一撃か。森崎君、体を張ってゴールを死守した。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。東大地、まだ守備の体勢が整っていません。スライディングで止めた。チャンスが決まった。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。敵陣を切り裂く。翼君、ボールは友達、渡しません。佐々木君、ボールを奪うことができません。シュートまで持ち込めるか。豪快にシュート。必殺のシュートを放った。あ、弾きます。ここで前半終了。全国大会 V3 を目指す南葛、まずはいいスタートと言えるでしょう。あの相田ってやつ、なかなかやるな。翼のスピードに完璧についていくなんてすげえよな。でも勝ってるのは俺たちなんだ。そうそう、守りのチーム相手にこの展開は悪くないんじゃないの。ああ、俺たちのペースだな。みんな、後半東一中は攻めに出てくるだろう。特に立ち上がりは集中するんだ。あと、こっちが攻めている時のカウンターにも注意を怠るなよ。はい。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え、
翼くん、走ろう。小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。さすが王者南葛だ。俺たちの守りが破られるとはな。けど、この程度の苦戦でへこむほど俺たちは弱くない。それにいい知らせがある。やつは、大空翼は足を怪我してる。何？翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのはキスギ、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あ！よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。後半スタート。中井くん、ロングパスを受けます。サーブを出します。翼、その足でマークを外せるか。こいつ、俺の足のことを。中島さん、これは南米式のドリブルだ。翼くん、ボールは友達。渡しません。ここは抜かせません。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。ここは一か八か、試してみる。ボールは友達。渡しません。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。渡しません。ここから見事に持っていく。くそ、ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。ゴールキックです。ドリブルでボールを運ぶ。あっと奪い返した。小野寺くん、豪快にシュート。このボールに飛びつく森崎くん、ダイビングキャッチ。さあ、まずは第一、ここは戻りながらのディフェンス。伊沢くん、連続突破で見せます。あっと奪い返した。倉持くん、センターラインを越えて攻め込む。キスギ君、素早く横にかわす。パスを出します。翼くん、ボールは友達。渡せません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、力をためて強烈なシュート。弾いた。パスをもらった。
敵陣へ攻め込みます。ユワ君、激しいタックル。それあとドリブルを見送る。チャージが決まった。ユワ君、ボールダッシュ成功。翼君、ボールは手放し渡しません。林君、ここで止めた。マカテル君、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。翼君、ボールは友達、渡しません。そうだ、ドリブルで突破。クーラー切れ味すごい。カミソリシュートだ。これは会心のセービング。ここは戻りながらのディフェンス。止められない。タッチ君、横にかわして突破。ここからチャンスを作れるか。タッチ君、豪快にシュート。横跳びで鋭く反応。止めたパントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。翼君、ボールは届き渡しません。これは南米仕事人だ。ここからシュートを持っていく。横跳びで鋭く反応。決死のセーブでゴールを割らせない。翔太君、このボールを拾います。横にかわして突破。横をすり抜けた。翔太君、激しいタックル。それ、よし、抜き去った。そんな止められない。横をすり抜けた。キスギ君、力を貯めて強烈なシュート。これを止めるのは厳しいか。ソラ、カットが炸裂。中野君、シュートだ。辻君、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。チャージが決まった。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。それ岩野君、ここは抜かせません。それ杉君、横にかわしてここは必須のシュートを放った。見えた。このボールに空を捨てるゴール隅に決まった。これがテントリアの仕事だぜ。シュートを決めてきた。まんまとしてやられたぜ。でもみんな安心しろ。俺のカミソリシュートで点を取ってやる。そして俺のカミソリシュートは2枚刃よ。パスをな。ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。翼君、バカな。センターラインを越えて攻め込む。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、力を上げて強烈なシュート。これは反応しているぞ。辻君、これはキャッチできない。山田君、こぼれ球をキープ。そら、パスを出します。翼君、ゴール前に持ち込んだ。山田君、ここは抜かせません。それパスを出します。小野寺君、横にかわして突破。敵陣を切り裂く。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。翼君、ゴールは友達、渡しません。このスルーパスは通るか。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。ゴールは奪わせません。パスを回す。小野寺君、激しいタックル。かわして振り切った。小田君、激しいタックル。ドリブルを見送る。倉持君、このスライディングが決まった。
行くぜ。森崎、さっきと逆だ。逆に止め。くらえ。の。何？スライディングで止めた。小野寺君、シュートまで持ち込めるか。渾身のシュート。森崎君、これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。南葛、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。これは自動抜きだ。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。佐々木君、ボールを奪うことができません。さあゴール前です。ここはシュートに持っていく。横飛びで鋭く反応。なんとか防いだ。ここで試合終了の笛。前回覇者南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。逆カミソリシュート、どうして分かったんだ。予選でも一度も見せたことがなかったのに。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かもしれないけど、軸足の角度と振り足の速度でなんとなくね。それでとっさの指示をしてしまったんだ。なるほど、足の角度ね。俺も回転をかけるのには苦労してるからね。翼、あのシュートドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたが、できなかった。ドライブシュート、絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば、足は大丈夫か？うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか。俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん。それじゃあな、また会おうぜ、翼。くしゃー！負けちまったぜ。みんな、メソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。はい。ヒューガさん。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながら、この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会お前は使わん。監督。大会2日目、今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？誰からなんだ？
元気でやってるか翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに美咲とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。美咲もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林源三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へー、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。おー！